ちゃんとこう木もね焼いてあるんです、この町内の。そうです、文字が入ってる地区のね、あの、うん、7社おみこしが7社で、うん、それぞれの大してっていうんですけど、あれまあ、ハッピーなんですけれども、あれを、まあ、デザインを全部してあるっていう。お祭り好きな方は7つ買ってくらしいですよ。7つですか。だって自分でなんか鳥居のなんかこういうディスプレイを、ね、作って飾られる方も見えますよって言ってみました。だって1個、ね、500円とかそれぐらいすると思いますけど。1000円ですか。だからね、でもすごくアイデアがいいので、これなんとか、ね、今年お披露目だったので、できたばっかりだから、もうちょっとこう育つといいなと思います。あ、そう、まだできたばっかりですよね。できたばっかりです。じゃあこれからですね、これから。火力上がると全然違う。全然違う。怖くないもんね。昭和8年、うん、全国 の, そのお菓子の博覧会。お菓子屋としてはこの方が初代なんですけど、戦前から菓子屋やってる。でその頃からもう方言として文太子っていう、祭りには文太子がつくものやった。これはね、よむぎ餅なんですよ。はい、よむぎ、よむぎ、はい、ね、よむぎっていうのは健康にも非常にいい薬草ですからね。ね、郷土の人はみんな文太子やすみぺっと、ああ、あの草餅ね、ちゅうことがすぐ分かると思いますけど、大将言ってね、若い人が寄ってきてね、お祭りの準備しましょう、あれでこれから何時何分になったあのみこしが出るから、みんな早く寄ってこようねって言って、寄ってきたとこで出るのが文太子前。なるほど、うん。お酒だけ飲めない人もいるでね。ああ若い人でも皆さん頼むよ、しっかり頑張ってよっていう意味でね、出されてたもんだと思いますよ。なるほど、はい、話にも花が咲いてもね、ちょっと時間経っても大丈夫。あ、いいですね。話に咲いて。そうそう、もう女の人はやっぱり見た目から、可愛いねから始まって、はい、食べてください。あ、いいですか。デビちゃんのお父さんの大丈夫だ。フレッシュな一応使ってるので。甘いですね。甘くて、はい。クリームとか使ってないので、さっぱりするんです。さっぱり、そうですね、さっぱりします。はい。されてるような方でも、これなら食べやすいわとか、風呂上がりに食べれるわとか。熱量が高いです。本当ですか、もう好きな人は、はい、それこそ去年の小枝さんにしても、まあ、同じあのおみこしの地区の方なんですけど、ちょっと存じ上げなかったんですけど、結構みんな去年見てたら、ね、すごい、そのためにトレーニングしてるって言ってましたもんね。体ムキムキでしたからね。もうそう、本当にあの目の保養させていただいて。何歳？10歳。10歳のお子さんか。オッケー。これを将来緊張しないでね。